結果、始めるのけ。わらわもやる以上本気で行くぞ。私だって本気よ。遠慮なく行くわ。それを聞いて安心したのじゃ。指揮天砲、天砲極光砲。天砲極光砲は超高高度の光を作り、超高熱の破壊光線を作る大技。破壊力もそうだけど、これで一番怖いのが。指揮天砲、何かの機関。やっぱりね、何かの機関は超高高度の光が注がれているエリアにある物質を素粒子まで解体する力。指揮なく指揮、攻略。高度を落とせば問題ない。そして光の熱量から発せられる熱光線は光を落とすことで対応可能。相変わらず普遍が早いのう。わらわほどではないがのう。指揮なく指揮、通常的。指揮なく指揮、手段。当然何重も柵を張るじゃない。指揮なく指揮用に煉獄降乱者。しまった、最初の炎はダメだった。高速移動。敵、ここぞとばかりに指揮の技を。そんなに従属を増やしたのが不満だったのかしら。それもあるのじゃ。だいたい史上7割なのじゃ。ん、ほとんどじゃない。じゃが本心は、結果がこれ以上苦しまないため、これだけなのじゃ。結果が望むなら喜んで真打ちを与える。結果が望むなら、従属が増えても。増えても、ん、従属は嫌なのね。すっごくわかった。とりあえず、わらわはこれ以上月下が死にそうになるのが怖いのじゃ。じゃからここでわらわを倒すのじゃ。月下、わらわも本気じゃと言っておる。わかっておるじゃろう。ええー、わかってるわよ。私だって本気よ。嘘をついても無駄なのじゃ。わらわがわかってないとでも思っておるのか。さっきのわらわの攻撃、回避ばかりで反撃をしてこむではないか。わらわは知っておるのじゃ。月下は遠距離戦で戦う相手なら間違いなく間を詰めるのじゃ。よく知ってるじゃない。さすが私が生まれてからずっと面倒見てくれてるだけのことはある。その通り。だから私は敵が知ってる私じゃないやり方を考えた。なんじゃ。感情論でわらわの決意は揺るがぬぞ。バーカバーカ、敵のバーカ。へえ、敵の堅物、敵の泣き虫、敵の嫉妬焼き、敵の寂しん坊。これは精神攻撃。なんで、まさか考えた策がわらわへの悪口か。そうよ、どうせお互い嫌というほど手の内わかってるんだから精神的に泣かせた方が効率いいわ。不足な、ならわらわもこの際言わせてもらうのじゃ。結果は普段からだらしなさすぎる。部屋では髪はボサボサ、脱いだ服はそのまま投げっぱなし。鍵はできるくせにやらぬ。できぬことは見た目だけでごまかす。学校で面倒事があればすぐわらわを使う。周りが優等生なのじゃ。わらわを使ってカンニングしておるだけじゃろ。残念でした。私こう見えてちゃんと頭もいいんです。今は治ってるけど敵の物忘れもすっごくひどかったもんね。わらわは鳥じゃ。物忘れがひどくて何が悪いのじゃ。それに私が昔式第2解法を覚えるときに敵が間違った認識で私に教えたせいで習得に無駄に時間かかったんだからね。大里せっか普通に覚えてたじゃない。誰よ。第2解法は何十年もの厳しい鍛錬を積み重ねてさらにいいとか言ってた鳥は楽じゃ。正解じゃ。ひどいのじゃ。月下はそんなにわらわのことが嫌いか。好きよ、本当の家族のように大事よ。嫌いなところや嫌なところはたくさん言える。けどそれ以上に関の好きなところもたくさん言える。わしもじゃ。わらわだって月下の好きなところをたくさん言えるぞ。そう、ならわかるわよね。なんで私が関に攻撃しないかくらい。私は関を倒すよ。関の本気を無下にする気はないわ。でも私の幸せのために大事な人を傷つけれると思う。確かに私はメリアちゃんを認めさせる。そして専属神になる。でもその目標のために敵を傷つけないといけないなら私はその目標はいらない。なんじゃと。バカを言うでない。今までパトボーに恋焦がれて生涯を共にしたいからとここまで多くのものを捨ててきたのじゃ。それを。敵を傷つけないと強くなれないならその強さは偽物だよ。敵を傷つけないと叶わない夢ならそれは私には到底届かないできすぎた夢だったってだけよ。私は一度決めたら曲げない、頑固者よ。それくらい敵だってわかってるはずよ。私は一切敵には攻撃しない。その上で勝つ。それができないなら真打ちの力なんていらないわ。やっぱりのう、月下はわがままな子じゃよ。わらわがどれほどの覚悟で月下に真打ちの試練をさせたかも知らんずにのう。じゃがわらわも月下には絶対に真打ちを覚えてほしいのじゃ。わらわのためにわらわを倒してほしいのじゃ。月下、わらわのお願いだったとしてもダメかのう。ダメね、少なくとも私が敵に攻撃するなんてありえないわ。たとえ敵がわざと私に嫌われることをしてもそれでも私は敵と戦わない。
やるなら関が何をしても無駄と心から痛感して降参するまで耐えるわ。戦ってほしいのぜ。嫌なのぜ。嫌なのぜ。結果の夢が壊れるのは嫌なのぜ。結果が苦しむ姿を見るのは嫌なのぜ。結果が不幸になる姿を見るのが嫌なのぜ。結果が後悔ばかりする人生を見届けるのは嫌なのぜ。結果には夢を叶えてほしいのぜ。結果にはいつも笑顔でいてほしいのぜ。結果には幸せでいてほしいのぜ。結果には満喫した人生を送ってほしいのぜ。じゃからわらわのために真打ちを習得してほしいのぜ。わかったわ関。私やっと関をわかった。そうか、なら。私をバカにするのもいい加減にしろ。確かに今の私は弱いわ。迷惑もたくさんかけた。だけどここで真打ちを覚えたところで何になる。確かに強くなるわ。でもそれは所詮は関からもらった力。私本来の力じゃない。じゃが真打ちを覚えんと結果は。結果は真打ちを使ってるのか。今の結果は自身の力でパトの隣にいるの。確かに私は共鳴の力でみんなと協力して強くなるよ。でも私の本来の強さまで相手に任せるつもりはないわ。結果。関は過保護すぎるよ。私はもう子供じゃないのよ。わらわから見たらまだまだ子供でよ。千年を生きる鳥と一緒にしないでよ。心配なのはわかるわ。だけどそんな私を見守ってくれないかな。私自身のことは私自身の力でどうにかしたいの。ここで真打ちに頼るのは結局私自身の力を否定しているだけだと思うの。そうか、ならわらわも月下の意志を無下にするわけにはいかんのう。辛い選択ばかりさせてごめんね、関。いいのぜ、その代わりわらわたちはわらわたちで月下をサポートするけんのう。お願い、さっきは偉そうなこと言ったけど、結局今の未熟な私じゃ関たちの力がないと無力なのは確かだしね。私の強さは私一人だけの強さじゃなく、私についてきてくれる子たち全員の強さ。だからこそ主である私がしっかりしないとダメなの。成長したのう。結果。この目は私の大事な朱雀からもらった大事な目、絆の目。だから、これから一生この目を大事にするね、関。好きにするのぜ。頑張るのじゃぞ、結果。見てて、今の問題を片付けてその後は絶対にメリアちゃんを納得させてみせるから。真打ちの試練は終了ぜ、放火が目的地まで運んでくれておる。現実世界に戻ったら即戦闘準備をするのじゃぞ。わかったわ。ふう、自身の中で結論は出たかしら。はい、私にとって後悔のない選択をしたつもりです。他の3人には帰ってもらったわ。怪我や状態が悪いというのもあったけど、悪心境相手に大多数は逆に不利になるの。だからここから先は私と月下ちゃんの2人だけで攻略するわ。さあ、時間もわずか、止めるわよ。一ついいですか、放火さん。なんで私を待っててくれたんですか。観難なんじよたまにす。人は困難や苦労を乗り越えることによって、初めて立派な人間に成長するって意味ですね。これから先悪心境も動き出して、他にも多くの危険因子が動き出す可能性がある。その時に戦える若手がいないと私たちが困るでしょ。相変わらず嘘が下手だな、放火さんは。本当は全部自分の力でどうにかしようって考えてるくせに。本音は強くなった月下ちゃんを見てみたいだけ。だからあながち嘘でもないのよ。霊下姉様が聞いたら怒られるから内緒にしててね。ふふ、了解、それじゃあ行きましょう。あと少しで満たされる。今日、この日、世界の歴史に新たな伝説が生まれるんだ。精霊が死んだ日、として。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでいただけましたか。ぜひ気に入ってくれた人はチャンネル登録よろしくね。他にも再生リストで過去の動画を見やすくまとめているので、気になった人はぜひ見ていってね。ご主人、もう皆さんとお別れの時間です。寂しいけど、次回の動画でまた会おうね。次回も私たちの動画をよろしくね。それでは次回も楽しんでいってね。